今どこにいるかっていうと、静岡県の牧之原市にいます。昔、灰原町だったところね、ところにいます。まあ自分の親の実家がこの辺りで、まあ親戚結構この辺り結構住んだりするんだけど、で久々に来てるお店があります。イケメンですね。池に麺、イケメンの店員がいるからってわけじゃ、まあイケメンの店員いるのかな、イケメン、池に麺ということで、イケメンということで、豚骨系のラーメンね、結構自分好みのやつということでね、久々に来てます。今年初利用ということで、今日は令和2年、令和2年、2021年1月の15日、昔の成人の日ですけどね、今12時40何分ですけど、まあ全然空いてたんで良かったです。混んでたらちょっとやめようかなと思ってたんだけど、でラーメンを濃いめにしました。薄めもあるんで、濃いのがあんま好きじゃなければ薄めにするといいと思います。価格は750円、昼はまあご飯も無料でつきまして、漬物とかタガナとかね、キムチとか、あとニンニクなどが、紅生姜なんかがね、届くと思います。チャーシューもすごく美味しいです。でこの細麺ということで、しっくりこの、ね、スープに合うかなって感じします。すごく美味しいです。で、替え玉ですね。130円という替え玉、必ず替え玉します。